メタルギアソリッド、メタルギアソリッド、略称 MGS は、コナミコンピュータエンターテイメントジャパンが開発、コナミから発売された、戦術情報アクションゲームであり、メタルギアシリーズの3作目となる作品である。MSX2 用として発売された全2作品とは、異なり、ポリゴンを用いた3次元描写による、潜入アクションゲーム。物語のテーマは、ジーン。 遺伝子。本作品のシナリオは、米国のフォーチュン市にて、20世紀最高のシナリオと称され、小説版のキャッチコピーでも使われている。ハード性能を活かした映像のほか、兵士の白白い息等の描写で極間のアラスカへの潜入を演出。詳細な人物設定等も評価されている。ハードの移行により、大きな進展を見せた本作は、 ポリゴンによる三次元描写となったことに加え、三次元でなければ不可能な演出を盛り込んでいる。また、ゲーム内では実在する武器が使用されている。配役は日本語版、英語版の順。難易度設定も変更できるようになっており、最初に選択できる4つの中のいずれか1つをクリアすることで最高難易度、エクストリームが追加される。プレイヤーのライフは多く、 敵のライフは少なくなっている。最初からサプレッサー付き、弾数無限の武器、MP5SD を所持した状態でゲームが開始される。ただし、この難易度に限り、エンディングに到達してもクリアデータは作成されない。オリジナル版の難易度に準じる。オリジナル版と比べ、若干難易度が上がっている。プレイヤーのライフは、ノーマルと比べ少なくなっており、致命傷を受けやすいほか、 敵兵の位置と視界を示すレーダーが表示されない。本編を一度クリアすると遊べるようになる。最高難易度。受けるダメージは大きくなり、敵兵に与えるダメージは減っている。ハードと同じクレーダーは表示されず、敵兵の視界は2倍に伸びている。体力回復アイテムは一切出現しない。メタルギアソリッドを、メタルギアソリッド2の映像技術、ゲームシステムで再現した。 ニンテンドーゲームキューブ用ソフト。略称は MGSTTS。開発は KK とシリコンナイツ。主観やホールドアップ、エルードなどのメタルギアソリッド2で新たに搭載されたアクションが追加された。麻酔銃とそれに伴うボスのスタミナゲージも導入されている。これにより狙い撃ち、無殺プレイ、ドッグタブを集める特に得点はないことが可能。 同時に、敵兵の AI も強化されており、プレイヤーも巧妙に隠れる必要がある。マップの構成は、基本的に PS 版と変わっていないが、ロッカーなど、メタルギアソリッド2から導入された小物がいくつか、追加されている。難易度変更など、インテグラルで追加された要素も収録されたが、VR トレーニングは収録されていない。映像監督によって、イベントムービーもいくつか変化し、 スネークが爆中で弾丸を避けるバレットアクションなどのアクションが加えられた。小ネタも本作の仕様に合わせた条件で見られるものが存在する。BGM に関しては新規のものとなっている。また、任天堂ハードでの発売ということもあり、マリオとヨッシーの人形が登場するなどの任天堂ネタも盛り込まれた。キャラクターボイスはインテグラル、サブスタンス同様。 全て進録された英語音声である。字幕は日本語に変更できる。小島秀夫監督作品に多用される隠しイベントやジョーク要素が盛り込まれている。ステージ構築やシステム面、販売戦略などで複数の業界発の試みが行われている。従来の二次元描写では平面図形を用いて紙にステージ構成を書き上げることができたのに対し、 今作では三次元という立体が扱えるため、空間の構成がより複雑になった。このため、急遽、デモブロックが用意され、CCD カメラによる角度等の細部の研究が行われた。これらが当時業界発である、複数のアングルを自由に切り替えられるといったシステムを実現している。また、二次元ハードの時代から受け継がれている、視覚や聴覚に訴える手段においても、 大幅にバリエーションが増した。後続のシリーズでは、さらなる、ハードの進歩により一層複雑な表現が可能とな、以後レゴブロックの採用は見送られている。当時主流であったプリレンダによる、デモシーンを採用せず、リアルタイムレンダリングにより、ゲーム画面と同じクオリティで劇を展開することに徹し、ムービーがなくなる日を想定したとされる。性能上の制約から、 画質は、あらいローポリゴンとなったため、表情の細部を描写することができず、キャラクターの会話中の感情等は、陰影と首の動きによって表現している。このため、モーションキャプチャーも採用していない。また、史実部分のみ、実写映像が採用されている。通常、プレイステーション用ソフトのパッケージは横向きだが、メタルギアソリッドでは、初の縦置き仕様が採用された。 ムックボンの先行発売も行われ、これも業界発の試みであった。また、好みの実況パワフルプロ野九98開幕版という全く異なるジャンルの作品に体験版を付属し、新たなユーザー開拓を試みた。これらはすべてメタルギアシリーズが全評判を得る前のものだった。文化放送系のアニラジ番組クラブ d b の枠にて、 本作のラジオドラマ版が1998年10月24日から1999年1月9日にかけて放送された。監督は小島組の村田修洋が担当している。脚本はゲーム本編の軍事アドバイザーを担当した毛利元帝が手掛けた。スネークやメイリン、メリル、キャンベル大佐といったお馴染みのキャラクターは登場するものの、 ゲーム本編のストーリーとはほとんど関係はない。エンディングテーマソング。ゲール語で歌われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。